広競馬場、今日のメインレース第48回万栄大商店 b g 3山歳オープン別邸の一戦今年もこの夏山歳の三冠戦が始まります非常に厳しい暑さの中山歳は10頭ゲート内さあ合図があってスタートしました。 各場第一障害に向かいます。5番北の峰、先行指定地障害、登って下ります。しかしずっとほとんど離れていません。降りて内から2番の丸本領佑上がってきました。すっと前へと行きます。その後ろで刻んだ3番北西太陽、並んで2番 J ホース、4番アシュラダイマです。外には8番 J ヒーロー、 6番北西キムタク、5番北の峰、1番外10番タカラキングダム、8頭1段の後ろに7番ローランド、そのすぐ後ろに9番の競泳プラスです。これが今1,2障害の中間を過ぎました。8頭広がっています。頬を進めて刻んで、まもなく2障害の手前。今来ました。前半60秒で来ています。 さあ息を入れて j ェイホース第二障害登っていきますそして北西キムタクマルホン陵侑もいった第二障害外すと j ェイヒーロー上がってきたうち1番のマルホン陵侑8番、j ェイヒーローそして2番の j ェイホース5番、北の峰3番、北西太陽4番、芦田大魔王続々第二障害い降りてその後十10番、タカラキングダムが下りました前はまもなく残り3 0ル 1>, 1番のマルホン領侑が先頭です一馬陣と少しのリード2番手8番 J ヒーローこれにじりっじりっと3番の北星太陽並んできたその後ろ J ホース追い込んでくる10番タカラキングダム前は残り10のところ懸命に1番のマルホン領侑がいきます3番北星太陽追いかけて2番手残り僅か1番マルホン領侑1冠目取りましたそして3番北星太陽2着 その後ろ懸命に懸命に8番の j ヒーローが3着その後北の野峰タカラキングダム内は j ホース s 3頭広がって入選その後4番芦田マをゴールしました2歳児7月デビュー馬が重賞初制覇